プロテクトプラスは犬猫の飲みまだにの駆除薬であり、フロントラインプラスのジェネリック動物用医薬品である。住友商事株式会社が製造し、ペット号株式会社が販売元である。犬用はドッグプロテクトプラス、猫用はキャットプロテクトプラスの名称で発売されている。また、フロントラインのジェネリックである。本材は、 フェニルピラゾール系化合物であるフィプロニル及び、洋弱ホルモン系昆虫成長制御剤である、メトプレンを含有する製剤である。フィプロニルは犬猫に寄生する、飲みまだに恥じらみ、犬に寄生する白ミを駆除し、メトプレンは、飲みの卵の負荷及び、幼虫の検体を阻害し、犬猫への飲み寄生を予防する。8週年以上の犬猫の健康骨幹配部の紐を分け、 皮膚状の一部くらいにピペット全量を適化する使用してから犬では1日間、猫では2日間経過するまでは水浴あるいはシャンプーをしてはいけない。使用してから4時間以上経過するまでは投与分に直接触れてはいけない。ウサギに使用してはいけない少量ずつ適化しやすいピペット形状となっており、ピペットは開封ごと当てておくことができる。本材は 日本国内の GMP ガイドラインを遵守した動物用医薬品製造工場で製造されている。ありがとうございます。